こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララハイトで始めていきましょう。楽しい一日の始まりですよ。はい、今回は異世界まんじゅうエトワリアに迫る闇イベント、生徒に示しがつかないもの、頑張らないと、シナリオクエストをやっていきたいと思います。千穂ともどもよろしく。あ、Kは別にいいから。シェアがワイルド、どんなことになるんでしょうか。このね、それでは行ってまいります。ボールが武器。気をつけて。もう、あら、もう、まずいね。え？止める理由はない。困ったわね。ワイルド、ひゃっ、あら、本当だ。そんな、あら、何やってんだ。はやっ、こんな往来でハレンチな、うえー、それにしてもね、だ気持ち悪いな。まだ青汁のお饅頭が残っているの。子供扱いしてあげないでください。これでどうです。サポートします。待っててね、援護するから。うちの世界ならではの面白いこと見つけたいな。十節。やったわ。ありがとう。助かったよ。よかったですね。うん。さてと。え？やれやれ。おかしくないか？リーダー争い。まったく。おい。仕方ないな。人を取って。あ、ちょっと。それなら。いや。いやいや。おお。あの。あら。怒ってる。バキ。ボス？千穂ともどもよろしく。あ、Kは別にいいから。
では次行ってみましょう。属性は炎。この中に魔物がいるんだ。しかも合体してる。キモすぎます。うわ、再生怪人かな。困ったわね。案外弱いのもお約束。うん、確かに。みんな、そんな、え、うん、タピオカもまずいね。どうしたらいいんだ。みんなの先生だもの。おい、なんなん？ねえねえ、私に何かできることはありますか？これでパリーンかな。それじゃあ、はい。おーっと、光った。うん、初めてだ。よし。そうね。張り切って。ちょっと不安だなぁ。行くよ。強いのは事実なんだけどな。彼女を守らないと結構危険かも。間に合えた、早速。今は我慢の時だね。もうちょっと。みんなと一緒ならできるよ。スキルを使うことを優先しましょう。こい。ゆうちゃんのひどい。ゆうちゃん、いくよ。こうなったらチアパワーを使う。ナイス。ダメージすごい。防御も兼ねてくれるんですね。過ごすか、アクティブに生きるか、それが問題だ。もう終盤なんですね。12節。
また光った。うん、はあ、いやダメよ。うん、変身が解けた。まったく。うん、ええ、絵がニナの絵が全然違う。こっちの世界ならではの面白いこと見つけたいな。13節まだ続くのかも。そうね。あ、え？え？うん。どんな闇だろう。ランプ？もしかしてちっちゃくなっちゃったとか。え？下？いいえ、まあ、ランプがマッチが悪い。うん、怒ってる。プンプン。終わりかな。終わりですね。仕上げのクエスト。ライネさんの料理って包容力あるよね。これね、収集クエストが解放されましたね。トレード行くことになるのかな。おはよう。要件は？まだ18日あるんだ。ブレンドエース、交渉成立。強化しましょうか。強化できる人を。ちなみに進化だけだったら、進化でパワーアップできる人はいない。この辺はパワーアップ済み。ふむ、悪くない。カンナもいますね。
まだまだそんなにあげたい人はいないですね。サクもいつも大変そうね。はい、ということで、異世界ってすごいね。初めて見るものばかりで、クロッキーはかどる。次回は収集クエストを行いたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。